こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は、こちらの腰痛の原因について、話をしていこうと思います。で、腰痛の原因にもいろいろあるんですけども、当院が特に、重要やなと思っている原因の主な3つについて今日は話をしていこうと思います。で、うちが一番ちょっと腰痛の中で大事に思っているのがやっぱりその左右差ですね。やっぱり人間どうしても片方に頼って使う癖があるのでどうしても左右差が出てくるんですけども、この左右差がやっぱりきつい方というのは腰痛の痛みがひどく出たりしますね。で、まずこの一番の背骨の歪みですね。背骨の歪みが、起きることによって、例えば骨盤のこう歪みですね、こう歪むことによって上が歪んでしまって肩のこう高さが変わってきたりするんです。右が下がってしまったり左が下がってしまったりでなると腰に過剰に負担がかかってしまい腰痛になってしまいます。なので、背骨の歪みって言ってもやっぱり一番は骨盤ですね。骨盤の歪みを取ってあげるってことが大事です。だから例えば足を組むとか片方にこう偏った姿勢にするとかってなるとやっぱ骨盤が歪んでその影響で背骨が歪んでしまいます。すると腰痛の原因になってきますので、この辺はやっぱり改善していく必要があります。で、2番目が利き足ですね。これも左右差につながってくるんですね。っていうのも人間無意識に立ってる時ってあんまり意識しないと思うんですけども、絶対片方に頼って立ってるんですね。例えば普通に立ってる時でも右足の方に体重をかけてたりとか左足の方に体重をかけてたりとか利き足のがあるんですね。で、その癖でずっと行ってしまうとそれこそまた左右差が出てきて体が歪んでしまうんですね。なのでこの利き足を過剰に使ってしまうっていうのも、腰痛の原因になります。で、これ見分けるポイントとしてアキレス腱を見てほしいんですね。アキレス腱とかふくらはぎの左右の太さですね、が片方の方が異常に太い方へのその太い側の方に体重を乗せていることが多いんですね。で、またこうふくらはぎ左右触って痛い方というのは痛い方に体重を乗せていることが多いですので、その左右差をなるべく減らすということがその腰痛改善にはつながってきます。で、これ1番2番の結果ですね。結果として3番血流ですね。基本的に痛いとこいうのは血管が縮んで血流が悪い状態なんですね。それを脳に知らせるので痛みとして感じるので、この血流を改善してあげることで痛みというのは改善されます。ただこういう1番2番の原因の部分ですね、左右差を作ってしまうものがあるとなかなか血流は改善されないです。なのでというのは1番2番のこの歪み左右差を取ってあげることをしてあげて血流を改善するということで痛みが改善してきます。なのでもしこの動画をご覧の方は鏡の前でちょっと肩の左右差を見るであったりとか先ほどお伝えしたふくらはぎの硬さとかアキレス腱の太さですね、そういうのを一度見ていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。